はい、ツイートしたらしいんでリツイートお願いします。リツイートお願いします。今ねツイートしたんでリツイートお願いします。私もコメントをつけてリツイートします。なんかこう開いた。どうやって始まるのこれ。まだとりあえずどんな感じ。うん、もういいよ。始めた。録レコーディングをしてる。いや、とりあえずこれはなしでしょ。これはなしよ。今日は実況ジャイで、解説は中野さんですか。まあ解説はいなんか成り行きで成り行きで中野さんで、まあまあやってるもんね結構ね。そうですね。出川側の視点とかって多分誰も言えないと思うんだよね。出川側の視点は言えない。あいつがね、多分あのゆうべ側の解説的に多分本人しかいないと思うんだけど。まあでもゆうべ側さんは、うん、こういうのよく狙ってきますねっていうのと、ゆうべさんここ見てますよねっていうのは言えますね。ああ、やられてるんで。確かによく見てるからね。はい。あとは黒いワンさんがどういう感じなのかっていうのを、まあ硬いですね。あ、硬い？硬いです。俺ちょっとね見てないんだよなベガ戦はな。結構ね硬いっすよ。硬いのと、うん、攻めてきた時のカウンターがやっぱうまい、ね。ああなるほどですね。まあホンダの理想系というか。そうですね。あまりこっちから行かないで待って対応するっていう。あとゆうべがさん曰くハメがうまいらしいです。あ、なるほど。ハメがね確かそれはなあるよな。ゆうべさんを殺してもいいですよ。じゃあこれ次からスタートで始まりますんで。はい。じゃあ第12回だよね。第12回小諸道、黒いワンホンダ対ゆうべがではよろしくお願いします。 1P2P これどうやって決まったんですかね。多分話し合いじゃないかな。俺の時は話し合いで決まったんだけど、まあ、あんまり関係なさそうだけど。確かに。さあ開幕はねこう下がってる展開。まあ様子見だよね。おっと反応できず。めくりが。これはホバーを。そうですね。ホバーの弱中強で、あのスライディングを出すタイミングを変えなきゃいけないっていう結構難しい。難しいよね。はい。あー打ち。結構クライマーさんこれも狙ってるっぽいですね。あ打ちで。ホバーのバックジャンプを狙って、うん、あの相打ちになるように突きを出してるみたいです。さあこれはねもう体力リードされるとホンダが厳しいっていう典型的な。例ですね。ちょっとね黒いワンさん硬いっぽい感じがする。どうでしょうね。こんなもんですよ。硬いっていう。あ、こんなもん。あ、うん、あの動きが硬いっていう感じの。いや、これぐらいだと思いますよ。あ、なるほどね。でも、あーっと、ちょっとならない。これなんで。これは狙ってるっぽいですよね。あ、なるほど。これ狙って終わりにするっていう。おー頑張り。ボタンを離していた。確かに。でもね、こっからどうすんのっていう。そう、これゆうべはでもね、こっからのまくりの動きやばくないですか。あーっとちょっとでも残すとね。あー出た、引っかかってめくりはしっかりどう。あー張り手で追いかけてしっかりしてんな。おっとあーちょっと今は溜まってなかったな。あの溜まると思ったんですけど、うん、めくりになるんじゃないかなっていうちょっと当て方で今どっちなのかっていう表だったんですけど、めくりのためもね、どっちにするかっていうのはね裏っぽくね。いやいきなり1試合目からいい試合ですね。結構ゆうべがさんあの頭突きを絶対殺すっていう風に反応をやっぱ意識してるって言ってました。確かにね、こうなると本田側は頭突きぐらいしかダメージソースがない。さあいいカウンターの前取り。いやかなりジージーする展開で。あ頭突き張り手も見てるんですね。うん、裏回りは頭突きに逃げると。あそしてこの弱サイコ結構攻めの起点にしてますね、ゆうべがさん。確かに、うん、さあ黒いワンも画面端行ったんでね、こっからあーっと。いやもう残り15秒で、これたちょっと逃げる感じでいいのか。いやこれは厳しい。逃げて、もうダメですね。いやすごいな、これ1本取った。これ、多分全国のベガ使いがね、見てると思うんですよね。
本田戦が多分分かんないって人って結構いると思うんで、これ見て参考になるのかっていう話ですけど、まあでも勝ってるっていうのは証明してるじゃないですか。確かにね、無理ではないと、あ、こういう雰囲気、こういう雰囲気でいけばいいんだなみたいな、要は空気感がね、ホンダに、うん、ホンダ相手にすごい待てばいいんだなみたいな、確かにジリジリさせて、ジリジリさせるのが大事っていう、で相手を攻めさせてカウンター取るというっていうのがいいんですね。まあ、ホンダ側もねカウンター取りたいんですけど、そうですね、黒柳さんちょっとなんか色変えてきた感ありますけど、まあ気持ちを入れ替えるっていうことですかね。さあこのね、これはまずいぞ、これまずいんじゃないか。いや、ぴゅっとぴゅったら、さすがに、おおお、繋がらなかったか。いや、でも残ったね。残っ、これね、残るとね、残ると殺されるんですよ。そうなんですよ、意外とね、これ完全にね、ホンダがって思っちゃうと意外とね、まだ出がいけるんですよ。しかしでも時間がもうないので、わー、痛いね、わかんない、ほんとにいける、ほんとにいっちゃったらやべえだろ。そうね、ゆうべがさんをゼロドット残しちゃいけないんですね。そうなんですよ。いや、この展開で中野で見たわね、見たでしょ、何回も見たし、俺もやられてるし、もうね、騎士感、騎士感、デジャブかなっていう。いやー、あとこのね、大張り手を出しっぱにしておくと、さっきみたいなヘッドプレスとかに引っかかるんですね。もうやめるだろっつって、なるほど。ホンダ側がでもちょっと投げを受け身取れてない時が多いのがちょっと気になりますね。あー、中間投げから、あーっと高かった、これ多分つなぎが甘かったかな。まあさすがに直投げはいかないよね。さあ大西さん的には硬い、ちょっと黒いワン硬い、黒いワンがまだ出てない、なるほど。さあなるほど、勝負は結構、ね、いい勝負だっていう、まあ、大西くんが言ってるんで、ね、まあ、これは多分黒いワンさんと一番やったのが大西さんですね、ベアじゃないですかね、はい、毎試合有名がなんかリードする展開から始まりますね。そうなんです、あの意外とね、このベガの突進を見てから返すのが、あ、うまい、これはいったかな、いやしっかりと返して踏んで逃げて、タイム的にもね、うん、もうこれを、あー、確定、そう、あれ確定なんだよね、張り手の戻りに、はい、まあ、あれもどうしようもないでしょ。そうですね、出しっぱにしてても相打ちなんで結局暗いのね。まだ出しっぱにした方が相打ちになる分、そうですね、悪くないという。これジャイさん申し訳ないんですけど、はい、ここの丸バツだけつけてください。はい、わかりました。とりあえず、これスコアも書くの、スコアも書くの、2、1とか、スコアはいいんじゃないですか。なるほど、あ、やる、じゃあセロテープさんにお願いしますか。セロテープさん得意だからね、そういうのね、人が余ってるからね。さあ 2-0、 ここまではなんとなく予想はした、うまい、あーあーと黒いが、あーた、あーと壁に引っかかった。これはちょっと黒いは冷静さを欠いてるか、難しいところでしたね。うん、地上から行くとゆうべがさんが絶対投げ返してくるんで、確かに。あ、うまい、うまい、うますぎ、猫魂、うん、結構ゆうべがね、あそこでね、あの様子見してるときが多いんですよね。一回逆に投げる、そう、逆に怖いだろっていう、暴れるとなんか引っかかっちゃうんで、それが一番厳しいかなっていう読みで、これはクロイワンさん結構いい展開、取り方が良かったね。この時点でもうい いい展開です、確かに、はい、体力5分でこの距離、うん、あー、なるほど、いい展開です、あのいい展開ですね。これ画面はじはじのダブル2は一応続きで返せんのかな、一応返せます、見てから、はい、まあ、手前落ちとかいろいろあるんで、はい、割とあとサイコもあるんで、あ、一点読みはできないっていう、はい、あとこれうわあ、逆読み、バックジャンプ読みですね、今のリスクはあるんでね、一応バックジャンプにも、確かに今のはね、はい、完全に投げに行くのかなと思ったけど、さあ、よく、お、うまい、いや、ゆうべがちょっと異次元の動きをしてるぞ。あーっと、これはよくあるやつだが、あーっとミスったか、ちょっと痛いな、今の大井町確定場面だよね、あれ ねでもちょっとね、遠かった、遠かったちょっと遠かった、ダイヤス良かったのかな、まあ、歩いて大井町っていうのが歩かないといけない、難しかった、まあ、ケツだったら良かったんだよね、ケツとかコパンとか、さあでもう、いい、あーっと足に当たった、さあこれは完全にこれはペース投げられないように、うわ、いや投げて、わかんない、さあめぐり
これは確定させて、まあでも100巻で逃げると次の置き攻めは食らわないっていう、はい、まあ続きはちょっと怖いっていうことなのかな、はい、まあ続き逃げもあるんですけどね。いや残ったぞ、残っちゃったぞ、残っちゃダメ、あれ残るかね、残るんですね。こんなのパワーとあれ潰せると思ったんだけどな。まあ大形体育はねマジで相打ちになるんで、うん、あのだから体力リードされると、はい、前ジャンプは大形対空されて、はい、張り手は見てから最後とかなんかいろいろ、あーなるほど、持って歩いたらもうためないよねっつってジャンプしてたりする。あジャンプ結構いいですよね。そうっていうのがやっぱあるんで、リードされると、うん、まあ、攻め方工夫しないといけないっていうのがありますね。いやこうなる展開誰が予想したか。どうなるんでしょうね。まさか幽霊が走る展開になるとは。クロイワン、ここからね、巻き返していきたい。確かに、はい、あ、これですね、はい、ここから殺したい。おっと、ちょっと良くなった。いや、受け身取ったら痛いな。押せるといいんですかね、やっぱね。多分、はい、あの、予約包丁でしょ、受け身取ってないってことは。さあ、ここまではしょうがないですね。いや、これは相打ちは痛い、相打ちは痛い。いいとこでサイコ終えてますね。サイコあるんだよな、これゴーってね。ただ一応これ鬼武装あるから武装があるんで、サイコは見てから見上がれたで殺せるんですが、いやーうまい。今大パンなんだろう、張り手かな。まあそうですね、多分ね。まあでも張り手でも相打ち、ついに帰る相打ちです。出来上がらね、はい、出っ放しだと勝てるけど、ここでね削るしかないんですけど、まあまあ削りで良しとするのが、いや相当目がいいですよこれ。うー、上通んないですね。上通んないね。うん、っていうのも多分横からのプレッシャーが少ないからなのかもしれないですね。ああなるほど。いやもっと続き多く、そうかもしれないですね。ただ続きが死国が死ぬんだよな。そうなんですよね。やっぱホンダやっぱ有利だと思うんだけど、繊細簡単ではないよね。いや4連勝、まさか4連勝、まさかまさかの4連勝ね。ちょっとこれはなんか変えないと。どうなんですかね、このままいくとまずいぞ。ジャイさんは3連敗し、いや3連敗した後、はい、どう変えたんですか。いや結局いつも通りに戻したんですよ。僕の場合は最初ちょっとファイヤー打たない感じで行ったんで、いつもと違う形で行ったんですけど、ちょっとうまくいかなかったんで、まあ、いつも通りでええやんっていう風に、まあ、特に4本目はなんか向こうのミス助けられたっていうのがあって、そこから流れを、そうですね、ラッキーだったっていうのがあるんで、まあ、何でもいいんでとりあえず1本取り返したいっていうのは絶対あると思うんですよ。まあ、結構でもゆうべがさん的には先に走っておいて、そのリードで勝ちたいっていう風に計画は立ててたんで、ああなるほど、はい、6連勝ぐらいしたんじゃないかな。6くらい勝っとかないと後半はまくられるだろうという、ね、本人は言ってましたね、うん、結局対応されると終わりだから、はい、さあ体力リードちょっとした。あいやこの投げがちょっと痛いが、リードは見てる。いや今止めるつもりで張り手打ったんで、も止まってもダメですあれ。あダメか、あの隙が結構でかいです。あでかいんだ、はい、S ホンダだったら一周なんですけど、確かに S ホンダはね、はい、じゃああれはもう張り手打った時点で失格ですね。夢が上手かったっていう、はい、交差する。これはしっかりとやり過ごす。このね上あとこれはでも張り手しかないんですよね。そうなんだよね。さあこれはいい距離だ。張り手張り手突っ込んでくる。ハイキング、あ張り手そのまま張り手。これ狙ってる、上手いな。これはしっかりガード、んちょっとねガードの仕方が立ってしゃがみたい。あー深いと、そうですね、これえちょっと待って5連勝これよ、まさか10連勝あるのか。ゆうべがさんいい反応してますね今日。やっぱ確かに過去の最高スコアが 12?10 対2が最高だったっけ。はい、あ10対1があるんですね。10-0はまでないんですよね。結構なんかいろんなイベントだと、あーこれは殺したい、殺せない、前に入れていたゆうべが投げ、ね、投げ返す、投げ返してゆうべが投げ返すな、マジで。普通のメガだったらもう死んでるんですけどね。確かに3番当たって
これめくり、めくりなんだよね、これね。めくりですね。ピオリーチの時にめくりを狙ってくる。そう。で、結構ね、振ってくるんですよ、最近。はい。あ、位置を。本人も、あー、これはさすがに殺したい。今度はちょっと遠くからデジャブ、デジャブ。生き延びてるぞ、ユーベガが。でもちゃんとバックジャンプに、続きやってるのうまいですね、はい。あれ結構難しいですよね。あー、うまくて。落とした。やっと削る。しっかりやろ。あー、わからない。スパコン出さない。いやー、ここは確かに、バックジャンプの。あー。いやー、6連勝。噛み合いますね。しっかり。さあ、6連勝したぞ。こうなると、さすがに、ホンダというのも厳しいんじゃないか。ちょっとね、いけた。さあ、この展開、マジで本当、誰が予想したというか。めくりはね、食らってないんで、まだいいんですけど。そうなんだよね。横から来るのと上から来るのがちょっと頭突きとヘッドプレスがヘッドプレスと2位ですよね、うん、あと殺しきれてない。これは投げて、おいちょはめがね機能してないんですよ。画面、おっと、対空キックに対してダイパン、そういう回答があった。これは一気、あっと、あれね、そうなんですよね。これはまだガードできる。ゼロドットはどうする。ゆうべがやっと打ってしまった。あれは鬼武装しかないんだよね、はい。いやー、ちょっとなんか我々も話すことはなかったですね。さあ、これ相打ち、ここまではいいんですよね。そう、ここからがね、ここからがね、粘り強い。いや、かなりリードした、はい。これはリード守りたいんだけど、あっとー、しっかり決めて。いや、ゆうべはノリノリなんだけど、7連勝。これはちょっと時間取った方がいいんじゃないかな。さあ、ピロシが必死にアドバイスしてるみたいですけど、まず1本取りたい、とにかく。いやー、だいぶ指輪がゾーン入ってますね。あの、ダブル D の先っぽ当てるのが、うん、どの距離でもうまいですね。確かに、あれを止められてないんだよね、ホンダが。そう、第2、うわー、出た。いや、ちょっと止めた。ピオリーチですね、うん。大ダブル2と中ダブル2の位置をかなり把握してますね。うまっ、ここはしっかりだろう。安全な連携から、いや、これは殺し切りたい。暗い投げを狙ったが、あーっと、これはね、めくりになるから、はい、下もなっちゃうから、あれ多分入れっかで無理でしょ。無理でしたね。だから両方ガードするしかないんだよね。でガードしても、はい、多分こんな言うでしょ。ガードしても投げ角ですね。あ、投げ角、はい。あの裏側に回った時の大発感はかなりね、はい、これもうなんか要はホンダの勝ちパターンっぽく殺せたんで結構心が、確かに今1ラウンドといえどもかなりこれはもうゆとりが出てますね今。やっぱこれで勝てるんだなっていう、今の展開もかなりいいんで、うん。いやでもしっかり対空してくるな。追いついたよ。あと当てる、いった、ちょっと早かったか、はい。これさあ、いやー、繋がんない、繋がんないっすね。繋がってくれればっていう感じだが、残り10秒待てるか。いやー、しびれる。おーおーっと、今のなんだ、お互い下がる、何狙ってんの。ガードして、ガードして、いやー、続き打ったんだけど、何今バジャンプしかない。バックジャンプとか前ジャンプは追っかけられてダメなんで、バックジャンプしてさらにめくり返すのが正解です、ね。あー、中盤とかで、はい。いや、ボディが一番いいです。あ、ボディ、はい、バックジャンプ、ボディして、腹だよね。さらにめくり返すっていうのが、うわー、中盤ホンダ対策してますね、この音。これがどう、これコパで貸して TRF でやりすぎたか。確かにやりすぎたな、我々のホンダは。あー、めくり最高。いや、これ貸して、ここからまだありますよ。うまい、うまい、殺せない。いや、これはね、出すね、8連勝。この組み合わせで 10-0 来るの、マジで。あ、小鷹が応援に登場しましたね。ジャイアンさんが10連勝はもうないだろうとか言って安心してたのに。ちょっと待ってくださいよ
いやてかこの組み合わせでなると思わなかった。まあまだわかんないけど、まあ全然あまあ全然ありますよ。まあね、あの突進技を出す時のセンスですよね。確かに。いやすごいよく見てますよね。ホンダが動きそうな時にシュッて。そう当て感がね。だと俺だってスターカップから数えるともう11連勝でしょ。そうですね。あと黒岩さんの張り手で結構指導があるんでそれを見てますよね。ああなるほど、うん、まあいきなり出ないからね張り手はね。こういうのは無理しない。いやージリジリするしますね。これ精神力勝負ですよ。精神力で上回ってるのか。あこの減りですね。こっからが辛い。そうどうやって取り返すのっていう。逃げる。うわ、あ怖いぞ。いやバックジャンプ。そしてあれ、ね、大キックとかも入れなきゃいけないんですよね。はい、いやいい攻め方。いい大キック。これはもうほんときついぞ。おしっかり溜めていた。殺したい。あっとクライナイア機能するちょっとなかったか。ユーズガさんほとんどはめられてない。そうね、大いちょうじゃなくてあのつかみ系でもはまるんですけど一回も見てないな。そこがないですね。まあ今、まあ、ナイトメアあったから、はい、そこら辺も行きづらかったんですよね、うん、あったと思うけど、とはいえとはいえはまんなかったらね、ベガ弱点ないからね。どんだけ投げ返してんのってぐらい投げ返したわけ。確かに。あとバックジャンプか、ジャンプも交えつつあんだけされたらもう投げるの嫌になりますけどね。ねあっ、いや最高削り放題。引っかかった。さあ待って、ゲージが。いやなんかよかった。ローリスク今張り手かな。やばい、飛びにしっかり大キック。これ本音が待つ組み合わせなんだけどな。ちなみにあのゲージ溜まると、うん、張り手するとあのスパコン確定するんで。ああなるほど、何もできなくなると結構厳しいですね。さあリーチですよこれ。初の 10-0。出るのか。さあ、いやなんか戦前大西も30連敗したとかっていう話聞いたんですけどね、ホンダベガでね30先やって30連敗っていう。まあ動きがちょっと硬いというね、大西さん情報もあるんですが、まあ普段できてるね、はい、動きはできてないんじゃないかっていう。はい、パン。さあこのあっと繋がってないんだけど、いや暴れてんのかな、やっぱりこの辺りがね、運がいいっていうのいやまあそれ入れてる、入れてる指輪はやっぱりすごいというか。さあ引っかかった、いけるかな。でも張り手しかないんですよね、距離的に。頭突き、これは行きたいが、行かない。いやさ、これはいいんでは。張り手でね、ただね、ただ残っちゃった。ただ1だと残ってるっていうのがもう嫌ですよね。いや、相打ち OK、 相打ち OK。 この対空キックには大パンがいいらしいですね。ね、一方勝ちもするときもあるし、相打ちでもダメージ負けしてない。はい、いいですね。今度から危ない危ない危ない。今度から今試合が決まってたな。さあ黒岩さん、ちょっと張り手で行くようになりましたね。確かにちょっと、まあ、行かないとっていう。あ、いいぞこれは。いや相打ち逃げられた。頭突きのリスクもあるんですけど、大キック、まあ、もう打たないとっていう。ちょっと前に出たところに、わーっと小張り手置いてた。さあ1本は欲しい。今のはヘッドプレス失敗か。リードしてるのはクロガン。逃げる、ジージーする。このジャンプ、さあこれガードさせた。ドットでかいよ、でかいでかい。さあガードして、頭突きのドット、見える。ああ当たった当たった。これはまずいんじゃないか。地上からいった。さすがにこれはバックジャンプですよね。さあ取った。さあ 10-0 はステイだぞ。こっからだぞ。よし、クレジット。さあ、まあ、ショーダブル2かなんかにしたんで手間打ちしてましたね。確かに。いや今のね、よく取ったよ。まあ指輪はね落としてもね別に大したことないけど、黒いワン側はねもう落としたら負けだからね。さあこれはもう心置きなくはめてくれ。いやミスった、ミスったけど、まあ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 こんだけ取ればうまい。お垂直投げ返すんかい。投げ返す、よく投げ返せるな。普通は投げられてるんですけどね。さあこれはしっかり返して。いや黒いワン結構投げ返すんかい。ピヨルぞ、めくりめくり、今のめくり。いやでも繋がんなかった。
高かったが、あ、うち、これを出すしかないか、あ、むずむず今むず、今のはバックジャンプ読みだよね、指輪はね。今度胸試しの瞬間来ましたね。先に打ったな、あ、確かにこれですね、これはね、そろそろ止めるだろう読み、はまった、まあ、さあこれはさすがに綺麗に取った。これクレイヤーさんだいぶ動き良くなってきたんじゃないですか。これ、ね、これよ、まだまだ間に合う、まだ間に合うよ。キャラ差的に10連勝あり得る、全然あるよ、全然あるよ、むしろ見せてほしい。さあ会場中今本田側に応援が行ってるんじゃないでしょうか。こんなにユーベガが応援されないことがあったか。いや結構ある。確かに強いから、強いから組んでる時もあるしね。そう、あ、これはガードしっかり逆に出る、よくある。いや、これリードしてるな、ベガ。ここなんですよね、ゲージも溜まりそうですね。あー、タイパンが、うまっ、ちょっと歩いたの見て前ジャンプしてきました。引っかかってめくる、いや、よく噛んでくれました。ダイキックタイプ、やっとこれはもう無理なのか、何かがあるのか。スクープ、指が硬い、あー、最後は最高で勝ったのは指が強っ。じゃあこのマイクで、はい、じゃあ勝った方はインタビューということで、はい、なんかコメントをいただければと思います。はい、もう入ってると思います。いや、ゆうべがです。改めて、大会運営のスタッフの皆様ありがとうございます。おめでとうございます。あと、プロイワンさん本当にありがとうございました。実はですね、練習量で言えば、僕の方が圧倒的に多くて、彼はほとんどベガ戦ができてなかったっていうのもあります。ですので、もう環境で、今日は勝たせてもらったというふうに思っております。ちょっとこういうマイクで、人前で喋るのは苦手なので、この辺にしておきますけれども、またこの小物道が長く続くことを祈って、挨拶に返させていただきます。ありがとうございました。あ、おめでとうございます。じゃあなんか告知とかあんの。あ、俺からじゃあ私告知させていただきます。この後ですね、日付変わって2時から、今ね、スプリングシリーズ2019っていう大会が、アメリカのテキサスで行ってます。まあ、行ってますっていうか、まだ初日はスタートしてないんですけど、日本から、マッツン、オトチュン、紫、ヤヤガの4人が行ってて、賞金総額1万ドルっていうことで、まあ、優勝50万が出るのかなっていう結構大きな大会がやってますんで、2時から私のツイッチの、ページでミラー配信しますんで、まあ、もしよかったら、見ていただければと思います。よろしくお願いします。あ、どうも、草です。まずはゆうべがさんと黒岩さんお疲れ様でした。ちょっとあまり内容に関して喋るのは野暮なので、今後のことに関してお伝えいたします。5月なんですけども、かける5がありまして、それがありますので V3 がまずできないということで、5月は小物道もお休みにしちゃいます。で、6月以降にまたやっていきたいと思うんですけども、まあ、ちょっと確定カードが今ないので、まあ、これからちょっと、まあ、ちょっと時期が来れば出てもいいよって人たちもいますので、その人たちに声をかけたり、あと、まあ今これ配信見てたりバーサスにいる人で6月やりたいんだけどっていう人がいたら自分に言ってくれたら対応いたしますので、まあ大体 V3 の後、まあいわゆる第1日曜日ですね。で、まあ今日みたいにランバトの日、あとバーサスさんは第4日曜もイベントやってますので、その後とか第3日曜かもやってますので、そういうところでやりたい人いましたら小物道ツイッターだったりニカさんだったり僕に草に声かけてくれればと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ録画もこれで終わりということで、5月じゃなかった4月13日小物道
ゆうべが対クロイワンはこれで、おしまいになります。マウスカーソルどっか行った、いたいたいた、はい、終わります。ありがとうございました。お疲れ様です。なんか皆さん挑戦者待ってます。終わり。